バルサからレアルへ、サッカー史上最も嫌われたフィーゴの裏切り。 どちら様あ、どうも、グレートサバイバー友です。完成しました。最高じゃん。完成しました。あとこちら帽子です。最高じゃん。自分で作ってなんだけど最高じゃん。皆さんこれ絶賛発売中なんで5000円以下でこのロンティー買えます。さきました、ルイス・フィーゴ。この伝統あるユニフォームを両方着てますね。懐かしいですね。ルイス・フィーゴ、1972年ポルトガル生まれ、1989年17歳でスポルティングデビューと。とても17歳に見えないですね。これ17歳らしいよ。これで17歳なんですよね。スポルティングのユニフォーム着てますからね。そうなんですよ。俺で17歳のはずなんですけどね。23歳で退団してるから、一番あれでも23歳ですよ。そうですよね。ちょっとおかしいんで。ちょっとおかしいんですよね。でも今見ると若いんだよね。今50歳だけど。貫禄が違いますよ。10代は。うっすら20顎ですからね。ああ、そうですね。20顎、うっすらそうですね。一流アスリートとは見えない。はい。この時代のサッカー選手はこんなもんですか、ね、そうですね。はい、技術だけで作ってきますから、はい、今そんなルイス・フィーゴと17歳スポルティングデビュー、はい、1991年18歳でポルトガル代表デビューと。あ、これ18歳これも18歳です。どう見てもセガールなんだよな。18歳のルイス・フィーゴです。これどう見てもハリウッド俳優なんだよな。1994年21歳の時にビッグクラブ移籍を希望すると。ああ、やっと痩せてきた。スポルティング17歳デビューで18歳でポルトガルですから、はい、21歳、まあそろそろですよね。うん。代理人が持ってくるのがこの3クラブと。はい。バルサ、ユーベ、パルマ。ああ、この時のパルマもなかなかですかね。そうですね。90年代のパルマといえばね。はい。VV 時代ですよ。VV、ブッフォンにカンナバーロに。確かアドリアーノにやりたい放題取りまくってましたからね。確かすごい。はい、すごいんですよ、このレジェンド。パルマね、どうなってんの、レジェンド輩出しまくってますからね。気になるな。はい。セリア全盛期の時に、はい、ビッグクラブ3つ連れてくると。うん。結局これに勝つのが、ユーベと。はい。1994年10月、移籍金 3.5 ミリオンユーロで、ユベントスとサインすると。ああ。ただ、問題がありまして、はい。その2ヶ月後、パルマとも契約を交わすと。大問題ですね。大問題ですね。まあ、94年ですからね、はい。はい。まだちょっとガバガバ時代ですよ。はい。ビジネス面は。移籍金は同額だったんですけど、はい、パルマの方が高額給与だったらしい。なるほど。やりたい放題ですね。はい。ダブルサインしちゃうと。はい。で、まあ、やっぱもう一流スターですから。3A 絶頂期でもう、パパラッチとかがすごかった時代ですから。はい。もう連日殺到するわけですよ、フィーゴに。うん。どうなってどうなった。で、フィーゴいよいよ言うわけですね。パルマと契約を交わしたと。はい。じゃあ、ユーベはどうなんだと。うん。ユーベは合意書をサインしただけだと。うん。よくわからないことを、はい、言うわけですね。何だったんでしょうね。合意書と契約の違い。まあ、こういう方なんでしょうね。うん。結局、パルマとユーベで、まあ、いろいろ議論した後、はい。いずれのチームでもプレーしないことを合意すると。なるほど。もうこの時から匂いますよね。匂いますね。はい。いよいよお騒がせ男なのかもわかんないですね。はい。で、イタリア協会も入ってきて、2年間イタリアでのプレーは禁止と。まあそうですね。お騒がせしましたからね。そうですね。絶頂期のイタリア組んだと。はい。最終的には、ユベントスが契約を破棄し、パルマに在籍になって、パルマがイタリア外のレンタル先を探すと。はい。世間を騒がせてますね。はい。やっとこさ決まるのが FC バルセロナと。うん。1995年の4月バルサと契約。おれきれきが並んでますね。ここら辺ですね。はい。バルサの重鎮。重鎮たちが並んでますね。90年代話すと絶対出てくるヌニエスと。ヌニエスさんですね。カスパルと。はい。なんだかんだ95年ちょっと低いんだよな。はい。だパルマ偉いね。だからパルマがちょっとロスしてんだよね。うん。あ、そう、1億ぐらいだ。1億。で、まあ結局バルサ。と契約を交わすと。はい。で、1年目から大活躍。うん。52試合、8ゴール、7アシスト。リーグ3位、コパ準優勝、UEFA カップベスト4に貢献と。うん。1個先輩のペップと超長尾だったらしい。ルームメイトだったらしいです。はい。1年目から大活躍して、結局、バルセロナでは5年在籍して、タイトル7個。はい。ラリーガ2回、コパ2回、UEFA カップ1回。うん。世界最高峰の選手へと成長し、
ファンに愛されると。うん。中心ですからね。なかなかの黄金期でしたからね、ここは。うん。誇り高きカンテラ、持ってるバレサの中で中心がポルトガル人ですからね。うん。なかなか相当フィットしたんだろうね。はい。フィゴさん、絶好調と。で、当時のフィゴに関して、ペップ。フィゴはクレのアイドルだった。世界最高峰の能力を持ち、クラブの価値観と共鳴していたと。うん。プレー面だけじゃなくってね、水があったと。はい。そういう感じですね。そしてフィゴ自体も、バルサで全てを手に入れた。うん。キャプテンマーク結んで。いいですね。浮かれてますね。イケメン、フィゴ。はい、25ぐらいかな。で、レアルは白い泣き虫だと。髪を赤と青に染めて、なんか、イエーって言っちゃうわけですよ。まさか、まさかですよね、でも。結末を知ってるとですね。結末知ってるとまさかですよね。超フィットしてたんですよ。はい。でちょっと、バルサ時代の映像を見てみますか。はい。Era un icono. Recuerdo que era de los jugadores que tenía canto propio.イケメンだな。プレイもイケメンなんだよな。うまい。タイミング。本当緩急ってこの人のことですね。ウィング。当時のウィングですよ、ね。最高。コブス。Esa frase para un aficionado del Barça como al revés sería para un aficionado del Madrid es una frase idol, que idol. genera めちゃめちゃ染まってるじゃないですか。Un aire belicoso en el ambiente, pero que lo que hace es un sentimiento de cordón umbilical. Idol de Figo, Figo Fever ですよもう。カタルーニャ最高だと。うん。なんであんなことになったんでしょうね。いや。どうでしょう、トモさん。いやいや、びっくりですよ。いや、確かにこれだけ盛り上がってたの知ってますけど、だからこそ、この後起こることは信じられないんですよ。そうなんですよ。未だにね。はい、未だに。全て持ってるもんね。このプレーも、ルックスも、うん、もう実力は世界最高峰、タイトル取りまくって、バルサっていうクラブ、カタルーニャっていう土地をすごく、理解してくれた、うんうん、染まってくれた、はい、フィゴフィーバーと、うん、まあまあまあ出てきますか。はい。で、一方その頃マドリードでは、はい、相変わらずビッグイヤーですよ。ああ、そうですね。どこよりもビッグイヤーが似合うこのクラブ。はい。この時はですね、96年7年にラリーが優勝、はい、97年98年チャンピオンズリーグ、そして99年2000年チャンピオンズリーグと、うん、3年に2度チャンピオンズリーグ優勝して、すごいですね。チャンピオンズリーグに愛されたチーム。ただこの時ね、32年ぶりだったんだよね。はい。ずっと取れてなかったチャンピオンズリーグ、まあ、やっとさ取れたって感じですよね。うん。モリエンテスとラウールと、いや、いますね。これではヤングカシージャスなんだろうな。その上がサルガド・マクマナマですね。はいはい、そうですね。ロベからいますね。あ、いますね。アネルカ先生ですよ。ああ、アネルカ先生いますね。しっかりとめちゃめちゃ調子いいですね。はい。で、これを率いてた方が14代目レアル・マドリード会長ロレンゾ・サンズと、うん、この方ですね、資材でスルカ獲得し32年ぶりにヨーロピアンカップ優勝。ああ、なるほど。日本語で言うとシュケルとかですかね。ダブルシュケルですね。はいはい、シュケル、はいはいはい。うん、まあ、大貢献者ですよ。そうですね。クロアチアのエースですね。うん。資材でゴスッとスター連れてきて、うん、32年ぶりにヨーロピアンカップ取って、はい。はい、絶好調のサンズと、うん、フェルナンド・イエロ曰く、90年代2度チャンピオンズリーグ優勝は近代レアルにとって非常に重要なタイトルとなった。うん。それを牽引したサンズ会長。僕らにとって父親のような心温かい会長だったと、うんうん、まあ、結果出てるし、はい、選手に愛されてるし、うん、ファンも歓喜してるし、向かうところ敵なしと、はい、向かうところ敵なし状態、うん、レアル会長何をするんだ、はい、することは一つ選挙は1年早めて来月開催すると
はい。見てください、このデルボスケの困った顔。あれって、あれって言ってます。この自信満々の表情。デルボスケの、あ、聞いてなかったんだけど、みたいな。さすが名物会長。そうですね、やっぱ会長が絡むとこうなりますからね。こうなっちゃうな。もう レポーターのこの体の向きがね。うん、デルボスケじゃないからね。そうなんですよ、サンズ向いてますからね。この人が勝ったのに、はい、チャンピオンズリーグ優勝おめでとうございますって言ったら会長選挙の話し始めるから、うん、おまけみたい秘書みたいな立ち位置ですかね。で優勝監督デルボスケが、レアルとバルサは会長戦ですからね、はい、調子いい時に早める。しかも来月ですからね。いきなり、はい、優勝直後来月やるぞっていう。それ票集まります。そうだよ。チャンピオンズリーグ3年に2回勝って、はい、来月やらとって誰も準備できてねえのに、はい、自分だけずっと淡々と準備してんだよ。それは勝てますって。それ勝つよな、普通に考えて。来月やっちゃうよと、はい、ただこれを逃さなかったのがこの男。来ましたよ、来ました、来ました、若かりし頃のペレス、フロレンティーノペレスさん。ちょっと痩せてますね。はい、見てください、このポーズ。何かを見据えてますね、これは。いろいろ見据えてますよ、いろんな未来を、はい、フロレンティーノ・ペレスさん、1947年マドリード生まれ。1980年代政治で失敗した後建設業で大成功。スペイン最大級の建設会社 ACS のトップに上り詰め、フランスの建設会社などを次々と買収。1999年ビジネス雑誌アクリダット・エコノミカがペレスをビジネスマン・オブ・ザ・イヤー表彰。スペイン有数の大富豪になると。まあ、一説によるとこの時スペイン一の大富豪だったと。おお、チョンチャ番付1位。さすがですね、ペレス会長は。いや、知らなかったわ、なんかこんなすごい人というか、野心家ですね。はい、スペイン長者番付1位がやったるぞと。はい、ペレスずっとマドリード大好きなんですね。はい、ずっとソシオやっててマドリードとフットボールが大好きで、うん、ピッチ上じゃ間違いなくサンズ100点ですよ、うん、100点に近いですよ。ただ他に穴があるなとビジネスマン思ったわけですね。はい、まず借金、うん、この時すでに 2.8 億ユーロと、はい、2000年の年間売上 1.3 億ユーロなんで、なかなかバカでかいですね。はい、 2.5 倍だよ、うん、年間売上の。今で言うと2500億とか3000億とか、うん、その時の莫大な借金をサンズは作ってしまったと。はい、あともう一つですね、平均動員数、うん、寂しかったわけですね。ね、今では考えられないでしょうね、これ。まあ、そうなんですよね。はい。J リーグ以下、J2 って感じだもん、これ。うん。2万人弱、7万4000人入るときに、1万2000とかですからね。はい。なかなか寂しいですよ。だいぶですね。まあ、本当こんな感じだろうね。1万2000人とか。うん、まあ、この時いろんな理由があったんですけど、まず90年代スペインが、まあ、すごく不景気で、チケット代が買えなかった方々多かったと。うん、あと、まあ、チャンピオンズリーグ調子良かったんですけど、リーガは決して調子が良くなかったと。はい、まあ、そういうな理由があって全然ファンが入ってこないと、うん、この時は本当にセリエ A が絶頂期ですかね。うん、うん、まあ、これらを理由にこの男はレアル選挙戦出馬を決意すると。うん、ただ考えるわけですね、借金を返済するとか動員数上げるぞ。はい、ちょっと弱いなと。そうですね、片やチャンピオンズリーグ3年で2回勝ってる男ですからね。うん、絶好調のサンズに相手に借金返済しますってね。それはちょっと良くないですね。サッカーの部分ではほぼパーフェクトに近い男ですから。はい、デラボスケやっぱ名刺を連れてきて、はい、ちゃんと勝ってる、いろいろ考えるわけですね。うん、で彼が思いついたアイディア、アイドル強奪と。なかなか頭おかしいですけどね。いや、すげえな。まあ、確かに一番強いパンチの強いやつですよ。はい、ライバルからライバルのアイドルを取るって。憎き一番嫌いなアイドル、ソシオが一番嫌いなやつらから、うん、奴らが嫌がることをやるっていう。俺公約に掲げたらそれは強いっすね。これは強いわね。で、まあ、先ほど言いましたけど愛されてましたからね、すごいめちゃめちゃ。はい、で本人も愛してるって言ってますから。そうですね。で、マドリーみたいなこと言ってるわけですよ。間違いなくペレス以外の全員がこれは無理だと思ってますからね。無理です。はい、まあ確かに、まあこれぐらいやんないとダメだよね。はい、ただよく思いついたなと思うよ。本当によく思いつきましたね。はい、選挙戦まで残り1ヶ月。
はい、憎き相手のアイドル強奪、すべて全身全霊動くわけですね、ペレーズが。はい、まあ、いろんなつてをたどって代理人につながるわけですね。はい、私は来月会長選挙に出馬する。フィーゴがこの夏レアルに移籍する可能性はあるかと。すごい聞き方時間ないしね。すごいホテルの屋上とかに呼び出したんだらしい誰だよみたいなで言ったら、ペレスが座ってた。ドカンでスペイン兄弟番付1位のとこがフィーゴくれないか、何言ってんだこいつ代理人は言うわけですね。移籍金6000万ユーロを払えばバルサはノーとは言えませんと。ああ、なるほど。当時の世界記録。はい。その前が、クリスチャン・ビエリが3-8とか。うん。大幅更新ですよね。そうですね。6000万払えば、まあ、バルサは何もできませんよと。はい。ただ、ルイスはバルサを愛しています。バルサでの待遇に不満はありますが、彼がイエスというのは正直想像できませんと。うん。まあ、誰もがそう思う。誰もがそう思ってます。そうだよ、アイドルですからね。はい。で、ペレス、フィーゴに今の4倍の給料を提示してくれ。実現できたらお前にも600万ユーロ支払うと。さすがですね。ここだと。勝負はここだと決めたんですね。まあ、ある意味短期決戦でよかったのかもしれない。ああ。ぐいぐい行きますから。はい。そしたら金なら積むぞと。金、金、金で攻めてきてますね。多分、今600万ユーロって言うと、はあ、みたいな感じだけど、はい。当時で言ったら、結構トッププレイヤー書いた数字ですからね。そうですね。そういう次元のお金をポンポン提示してくるわけですね、はい、うん、フィーゴはですね、その頃ユーロ2000ベルギーにいたわけですね。はい、ベルギーで戦ってたんで、まあそんなにやっぱ考える時間がなくって、もうこの時はもうポルトガルの大エース、うん、代理人がもう次の日ベルギーに行くらしいんですよ。まあいろいろ話すんですけど、大会に集中したいのでいい話があれば進めておいてくれと。ああ。まあ、すごくざっくりした指示。ざっくりですね。まあでも想像できるよね。はい。今そういう場合じゃないから。うん、今ユーロ進めておいていって。国を背負ってるから、うん。そうそうそう。フットボールに集中したいんで。これはこれで、まあ、フィーゴも悪くないというか、当然ですよね。はい。で、進んでしまうと。はい。でも早くもペレス代理人を呼んで、次のミーティング。今この合意書にサインすれば、私が当選した場合、フィーゴはレアルに入団してもらう。そして彼には契約ボーナス。200万ユーロを支払おうと。すごいですね。豪腕プリですね。話が早いですねどんどん進めちゃう、うん、代理人が聞くわけですよ。落選した場合はどうなるんですか。はい、まあ、ここ条件ですかね。当選した場合ですからね、うん、落選した場合200万ユーロを資材からフィーゴへ支払おうと。バルサで継続するなり好きにすればいいと。あら、太っ腹ですね。そうですよ、さすがスペイン一。ブン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 ですね。ブンブン振り回しますよ、大金を、はい、ペレスに悪魔の合意書。当選したら入団して200万ボーナス支払いますよと、うん、落選しても200万払いますよと。なるほど、これはいやらしい契約書です、ね、これはいやらしいね。はい。で、実際フィーゴもニュネス会長剛腕でケチで、はい、知られてましたからね。はい、オールフォーワンみたいな、チームのためみたいなこと言って全然給料上げない人ですから、うん、はい、実際給与に不満を持ってたわけですよ。フィーゴも、もういろんなバルサの選手。うん。そんな中で、サインしたら、何が起きても200万あげるよと。はい。200万、3億円ぐらいですからね。はい。3億円サインしたらあげるよと、うん。ただですね、もう一つ条件がありまして、ペレスが当選して、でもフィーゴが残留した場合、レアルへ罰金3000万ユーロと。うん。まあ、当選したら絶対来いよって話ですよね。そうですね。公約ですからね。ペレス、そうですよ、そうです、うん、公約に使うから、で公約守れなかったら俺の面目がないからこれくれよと。はい。でこれですよね、今この合意書にサインすればですからね。はい、今だけだよ。そうそうそう。ああ、もう完全に心理をついてますね。学びすぎてますね、やっぱペレス。マネーの虎ですね。はい。その場でフィーゴに電話するらしいんですよ。はい。まず当選はないよと。はい。全然話題になってないし、はい、サンズ会長はめちゃめちゃ人気だし、どのメディアも内部の人間もサンズ続投が確実だと言ってると。はい、まあ、そりゃそうだよな。そうですね、チャンピオンズリーグ勝ちまくって、うん、タイトル取りまくってますから、イケイケの時に来月やるぞっつって、うん、もうだから誰一人ペレズのことなんか気にしてないぐらいですから、はい、サンズ確実だからまあいいんじゃねみたいな、はい、この時、まあ、ペレズも出馬表明は出してたけど選挙活動は大々的には行ってなかったんですよね。うん、
まだやっぱこう練ってる時ですから、はい、ということでサインすればそのまま金キープして10中ハックそれで終わるっしょ。なるほど、もうタダで3億もらえるぞ。そうそうそう、代理人は読んだんですね。 99% つか 99.99% そのまま金入るだけだよと、うん、なるほどなるほど、確かに多分そうですよね。うん、情勢的にはそうですね。確率論とかで言ったら、うん、まあ、そのまま入るからサインしちゃっていいんじゃねと。はい、でベイガが合意書に代理サインすると、はい、翌日フィーゴレアル一色誰が情報流したんでしょうねもうでもこの会場宣言1週間前なんですよギリギリのタイミングで、はい、フィーゴトゥーレアル、すっごいな、まあ、そりゃそうだよな。そうですね、レジェンドですから。うん、でちょうどあれですね、バルサも選挙戦やってたんですよね。はい、でバルサはガスパルトが当選しましたみたいな。はい、ただニュースヘッドラインはこっちですよ。うん、ブランコですよ、ブランコフィーゴか。フィーゴがどうなるとかですね。もうすげえね、ちょっと言葉で合わせないけど、はい、もうニュース全部フィーゴ一色、うん、でもう関係者みんなどうなってんすか、フィーゴ一色になってしまうと。はい、サンズ会長こういうわけですね、フィーゴがレアルに入団するわけないだろ、ペレスのデマだと、はい、もうそう言うしかないですよね、サンズが分かしたら。まあ、サンズもびっくりしただろう。はい、まさかこんな手を打ってくるとはですよね。そうだよな、うん、実現できたらすげえけど、うん、さすがにできねえよ。サンズもこの時はまだ信じきれてないですもんね、まあ、そんなバカな、うん、まあでもこういう、そういう、こういうしかないよな、うん、でフィーゴ本人、私はクレイジーではない、レアルのユニフォームを着ることは一生ないと、はい、ユーロの後あの休暇取ってる時に言うわけですね。はい、もうすっごいわちゃわちゃしてるから、なんか休暇してる時にこう、はい、仲いいジャーナリストを一人呼んでくるらしい、ね、うん、でもうちゃんとインタビューして、はい、きっちり伝えてくれと、うん、私がレアルに行くわけねえだろと、はい、合意書はサインされてるんですけど、はい、フィーゴも言うべきことを言うと、はい、でもう選挙前日かな、確かペレスが最後の一点出るわけですよ。私が会長になった場合、フィーゴは必ずレアルに入団しますと。もし私が当選してフィーゴが入団しなかった場合、来年すべての会員費は私が資材で支払いますと。うわぁ、めっちゃ言いますね。殿下の方と資材で支払いますと。うん。やっぱすごいね、考えが。すごいですね。投票権持ってる訴訟からしたら、まあ、こいつに票入れたら、フィーゴ来るか、最悪でも来年の会員費無料でしょ。はい。どっちも面白いよな。そうですね、どっちになっても楽しいってなりますね。そう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 、はい、ペレスの選択肢はなかなかえぐいんですよね。えぐいよな、ちょっとやっぱ入れたくなっちゃうよね。はい、これと同じですよ、失うもんねえしなって。すごいっすね、二択に見えて二択じゃないですからね。いや、そうなんだよな、ずっと二択じゃないんですよ。ずっとペレスの得な方しか残してないんですよね。そうそうそう、全部勝ち勝ちなんだよな、ペレス、はい、ペレスの勝ちとペレスの勝ちを選ばせてるだけなんですよ。そうなんだよ、すごいっすね、やっぱ。相手からすると、なんか、あたかも勝ちのように、なんかこう、感じはするんだけど。はい。結果、ペレスが勝ってるんですよ、ね。そうそう。どうやってもペレスが勝つんですよ。うん。一世一代の大ギャンブルに出て、翌日、55% で、ペレス会長爆誕と。まさか、ペレス時代がこんなに長く続くとは。まだいますよ、から。誰も思わなかったっす。存在感抜群ですね。はい、サンズもなかなかね、この映像も見ましたけど、すがすがしいというか、潔いというか、うん、チャンピオンズリーグ優勝して1ヶ月後やりますの、はい、奇策に出て負けるとはな。でその奇策をフィーゴ取るっていう奇策で上塗りしてきましたからね。奇策の奇策だもんな、ね、俺はこれもしてやられたって顔してますもんね。そうだね、じゃあフィーゴどうなんだっていう。はい、まあ代理人がこういう賞サインしちゃったから、はい、3000万ユーロないから、はい、やる気しかねえよ。まさか勝ち上がったよあいつって。フィーゴも気が利いじゃねえだろ、あいつ勝ったぞって。まさか会長になると思ってないですもんね。そうそう、やっぱ微動だにしてなかったんで、その前あの合意書サインする前は、はい、誰一人注目してなかったのに、うわまさかあいつ勝ち上がったぜって、はい、また休暇中に代理人がもういっぱい電話して、はい、いや俺は絶対行かねえ、もう電話してくんなって、うん、もうフィーゴ切れてるわけですよね。はい、こう今になったからだけど、フィーゴは合意書にサインしろなんか言ってないって主張して、はい、うん、まあベイガー代理人は、いや進めろって言ったじゃんみたいな、うん、まあそうなるよな。はい、
進めろって言ったけど、合意書サインしろなんか言ってねえじゃん。そうですね。まあ、みたいな会話だったわけですよ。うん、もうゆうべパルマでやってるのに。はい。まあ、この二人、仲が悪化するわけです、ね。はい。最終的には、ポルトガル代表レジェンド、フィゴの先輩、もフィゴがめちゃめちゃ憧れる人で、今回仲介人に入ってた、パウロ・フィチューラっていう人と、フィゴ説得しに行って、ペレスさんと面会して、レアルにはいけません。罰金も勘弁してくださいと謝ろうと。はい。もうそれしかできない。もう最後は情に訴えようっていう話ですね。もう契約書面では負けちゃいましたけど、情に訴えて何とかしようと。してやられちゃったけど、はい。語るにはすごいし、マドリードもなんかすごいこと起きてるし、はい、怖えよっつって。うん。分かった、じゃあリズボン、ポルトガルのリズボン行って、ちょっと中立の場に行って、謝るしかねえよって。はい。ミーティングをセットアップするわけですね。うん。謝ると、謝る。怖えよ、絶対怖えよ。調子満足1位だよ。はい。で、怖がってるとですね、はい。ペレスの一言。私には夢があると。あれペレス節ですね。逆に向こうがこう情に訴えてきたわけですよ。うん、あれスーパーリーグですか。いやそれ23年前ですか。今これ使ってんだろうな。私には夢が。この時の夢はレアル史の傑物サンチアゴ・ベルナバウがディステファーノを集結させたように世界中のスターをマドリードに集結させると。ああもうこの頃から視野に入ってたんですね。うん、私が実現したいのはこれだと。はい。誰もがワクワクするフットボールを見せ、圧倒的な強さで全てのタイトルを獲得しまくると。うん。その一人目が君だと。おっと、ペレス氏。ペレス氏。これですよ。うまいですね、ペレス氏。3000万ユーロなんていらない。欲しいのは君だと。君がペレス氏、我がレアルに入団してください。ここに来てそれ、いや強えな。でも両方持ってんだよね。自由自在じゃない。ペレス氏も実行力も莫大な資金も、さすがここら辺になるとな、ね。はい、三刀流なんですよ。うん、全部持ってるわけですよ。はい、契約書とかやっぱ合理的なだけじゃなくて、うん、夢を語ると。はい、でこれですね、ネットフリックスにこのドキュメンタリー今出てるんですけど、はい、自身が語ってます、うん、最終的に入団を決めたのは僕だよと。はい、スポーツプロジェクトに魅力を感じたのは事実、ただ決め手となったのは必要とされていることだ。やっぱペレス氏の熱い弁舌によって。そうなんですよ、心動かされちゃったんですね。君が欲しい、ずっと言ってくるわけで、うん、しつこく夢がある、君が欲しい、めっちゃ口説き文句じゃないですか。100年ももうこの時55歳ぐらいかな。うん、やっぱもうスペイン長者番付1位ですからね。持ってます、持ってるんですよ。バルサではサポーターには愛されていたが経営陣に愛されてるとは感じていなかった。うん、給与も大幅アップだったがバルサで残留しても似たような金額はもらっていたと思う。うん、午前2時か3時かな、ペレス会長の僕に対しての熱意に心が惹かれて決断をした。自分のための決断だった、はい、自分勝手と言われたらそうかもしれないと。うん、まあ、ここまでの経緯はちょっと代理人とうざこざったんですけど、はい、最後はやっぱペレスとフィゴ、いや心が通じて合ってしまったと。はい、でですね、この後フィゴ曰くバルサ会長に直談判しに行ったと。はい、当選直後、当選1週間目ぐらいのガスパルト、衝撃でしょ。初仕事がね、はい、フィゴアイドルが行っちゃう、バルサのアイドル憎きライバルに行く、それまでただの飛ばし切りだと思ってるでしょうね。いやまさかな、で本人も絶対行かないって言ってるし、はい、気づいたら本人が来て行きたいんですけどって言うんですよ。そうですよ本人来るんですよ。レアルが移籍条件6000万ユーロを払うようです。移籍を合意するか罰金3000万ユーロを支払ってください。あ、これ払えないからね、もう自分が勝手に契約巻いてきたのに3000万をバルサに払ってもらおうっていうのもやばいですよね。そうなんだよ、だって持ってないからさ。いやだからここまで計算し尽くしてたわけだよペレスは。そうですね、ワーストケース自分が当選して、うん、バルサから3000万もらいましたよって。はい、何もせず、うん、それも歴史に残る一手だよな。はい、ちょうどこれの半分なわけですね。うん、フィゴ曰くフィゴ自身言ってると、ガスパルトはそんなこと言ってないみたいなこと言ってるんですけど、はい、でこれに対してガスパルトはまさか6000万ユーロ支払えるクラブが存在すると。ああ、まずね、うん、
このちょうど1年前にフィグを契約更新してるんだよね。はい。で、ガスパルトが決めた値段がこれだったんで、うん。絶対誰も払えないと思ってたらしい。うん。ただ、死んでもレアルに3000万払うことはできない。勝手に移籍しろと。はい。まあ、そうだよな。そうですね。屈辱ですね。会長。うん。会長、さすがにそれはね。さすがによくわかんない3000万渡せないですよね。そうですよ。合意書を破棄してください。3000万です。はい。ということで、ビゴ10、爆誕と。いやー、すごいな。ペレス。ペレス。若いな。ゴーアンペレス。あ、ディステファーノですね。はい。サンチアゴ・ベルナバオ。名誉会長になったのかな、ステファーノ。うん、それから数ヶ月後、フィゴがカンプナウに行くところを見てみますか。あ、例のやつですね。例のやつ。見ましょう、みんなで。例のやつ、最後見ましょう。はい、試合前ですね。はい。暴動ですよ。そうですね。怒りですよ、これは。はい。そりゃそうですよ。うわ、ユダって書いてあった。うん。裏切り者。さあ、試合。これきついでしょうね。いや。8万人か。はい、その当時からお家芸スペインのお家芸ですね。いや、よくこの状態でサッカーできますよね。いやすごい。うわ、いや怖い。殺伐とした雰囲気ですよ。怖い、この雰囲気。殺意しか渦巻いてないじゃないですか。うん、これは絶対全国見たいでしょうね。いや、全世界のサッカーファンの23年後、24年後の俺らが今見てるから。あ、来た来た。あ、来ました。このキック。全然蹴れないの。もうボトルですからね、ガラスの。はい。コーナーキックフィーゴ。ポリセア。全然蹴れない。もう一個。で、逆サイドですね。逆サイド。逆サイドって、ペットボトルが飛んでくるんですよ。ガンガン。ペットボトル。ガンガン飛んできます。殺意殺意怖っ。終わった。おっと丸が出ました。今丸が出ました。皆さん見ました？見逃してないですかね。左下ですね。はい、ここら辺、ここら辺見てください。皆さん、なんか転がってきました。転がってきました。あたたた、なんだあれは。いやー、今のこれやばいよ、この人。やばいな。そこにいるもんね。はい。のめり込んできてるもん。ほら、あ、怖い。怖い怖い。もう試合一回中断と。うん。これは危ないもんな。そりゃこうなりますよ。改めて見ると怖い映像ですね。まあ、今じゃありえないな。はい。伝説のシーンですね。はい。豚の頭。はい。羽の亡者を揶揄して、豚の頭を放り投げられると。しかも皮肉にも、この年フィーゴ、バロンドール優勝するんですよ。はい。軽さでの貢献が認められて、はい、バロンドールをこの年取る。白を。ということで、サッカー史上最も嫌われたフィーゴの遺跡でした。怖かったです。
いやー、民衆も怖かったんですけど、一番怖かったのはペレス会長の選択肢です。そうですね悪魔ですよビジネス悪魔ペレス、恐ろしい。はい、じゃあここから第2章に行きたいと思います。はい、革命児フロレンティーノペレス、レアルマドリード銀河系計画、次週乞うご期待。